ビフォーご覧の皆さん、どうもクラウドです。ボーカルのコウです。ギターのトーマです。ギターのユリです。ベースの良平です。ドラムの達也です。はい、僕たちは8月の17日にファーストフルアルバムテンダルーン発売することになりました。はい、はい、こちらのちょっと僕ら聞きどころなんか、うん、ぜひ話したいと思うんですけど、トーマさん、はい、伺ってもいいですか。はい、今回クラウド、初のファーストフルアルバムですアルバムっていう言葉を最近もう3回くらい考えてます。本当に、今まで我々、作品出しておりますけれども、今までない表情もあり、うん、今まで通りの我々の表情もあり、うん、本当に全てのジャンルに手を出してます、うん、そしてそのいろんなジャンルのが組み合わさってるんです。ちゃんとストーリーになってます、うん、バラバラじゃありません。そこが聞きどころです。よろしくお願いします。はい、もうビフルさんも僕ら初めて出演していただくんで、初めての出会い多いと思うんで、まあミュージックビデオなんかもデンジャークルチャンネルとかで放送してたりするんで、うん、ぜひもうあなたの4分を貸してもらえたら、ぜひぜひ魅了できると思うんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。で、それを引っ提げて9月の4日から9月の30日まで、ツアーがございまして、アルバムツアー、関東ブレイクツアーがございます、はい、で9月の30日ツアーファイナルは高田の馬場エリアでワンマンになるんですけど、こちらの見どころ、おゆりさんいかがでしょう、ワンマンの見どころです、ね、ワンマンの見どころ、もう今までもう1年半っていう期間クラウドをやってきて、その中で築き上げてきたものをエリアという箱でどう見せれるかというところが見どころ、一番の見どころじゃないですか。そうですね、やっぱりエリアってこう聖地だから、聖地だから、ね、うん、ビジュアル系の聖地で初めて、はい、ザ・箱って感じなんで、 そうね、そこでいかにクラウドを見せれるかっていうところなんで、そこに注目していただきたいと。ということで、ビフさんからお題をいただいてます。なになになに、テンダロインのリードトラック、はい、トゥモローランドから、はい、全て思いが想像通り自由に叶う未来という歌詞がありますが、はい、明日全てが思いが想像通り自由に叶うなら、あなたは何を願いますかと、なるほど、一人ずつちょっとサクッと言ってきましょう、ね、はい、じゃあ、はい、武道館ソールドアウト最高。じゃあ、だちゃん、はい、僕はね、みんなが本当健康になって笑顔になれる、うさんくさい、うさんくさいわ、本当に最近本当健康大事に取ってるんだろ。じゃあゆりさん、時間を止める、スケベな意味ですか。ちょっと、じゃあ僕は東京ドームソールドアウト、おーいいね、ゴーさん、はい、僕はガチで全人類が幸福と不幸平等でありますように。重いね、重いね、やっぱりさ、不幸の人ばっかりいる、幸福な人もいる、そういうんじゃなくて、みんな平等言ったらきっと幸せな世界になるんじゃないかなと思います。平等だと思いますよ、僕は、うん、人生生きてれば平等に、うん、だから人生ってこう楽しかったりするとやっぱ波が来たりっていうことがあるんじゃないかなと思ってます。そうですね、まあ、そういうのはなんか結構5、6時間かかる。5、6時間かかる。僕ら喋り出すとそういうの5、6時間かかるんで、またやべえイベントの時にぜひやべえイベントに来てください。まあインスタとかも僕ら結構頻繁にやってるんで、はい、気軽に、はい、みんな遊びに来てくれたらなと思います、はい、それでは以上クラウドでした。ビッグ